アソビルは神奈川県横浜市西区高島の横浜駅東口前に所在する駅直通の体験型複合娯楽施設である2019年3月15日に開業した当施設が入居する建物は横浜駅東口に隣接しかつては横浜中央郵便局の別館として集配業務を行ってきたが2015年に 神奈川郵便局に関されて有給していた。将来は、駅サイト横浜22計画に基づき、ステーションオアシス地区として、再開発が検討されている。ゲーム会社、赤月の子会社株式会社、赤月ライブエンターテインメントは、建て替えが具体化するまでの期間、日本郵便から建物を借り受け、 複合型体験エンターテインメント施設にリノベーションする旨を2018年8月に発表した。施設は2019年2月に竣工し、1階2階3階、屋上の4フロアが3月15日に開業した。来館者数は初年度目標を200万人と目算したが、開業から約3ヶ月の6月15日に100万人を超えた。2階、アレボックスで、 開業時から期間限定開設された体験型コンテンツ、うんこミュージアム横浜は、80営業日の6月3日、時点で来場者数が10万人を超えて、人気を博している。地下1階から地上4階及び、屋上の6フロアで構成され、地下1階と4階を除き、2019年3月15日に開業した。フロア構成は公式ウェブサイト内の、 フロアーズに小説がある。屋上からフロアごとに青色、黄色、緑色、赤色、大色、紫色をコンセプトカラーに当て、遊びるのロゴマークなども、この6色をデザインコンセプトとしている。マルチスポーツコート屋内キッズテーマパーク、プチュ、ハンドメイド体験フロア、モナトーリー常設体験イベントフロア、アレボックス、飲食店街、横浜駅、 東口ポストストリート、バーラウンジ、ピッチクラブ二つの出入り口がある。公式サイト内のアクセスに小説がある。横浜駅周辺大改造計画、駅サイト横浜22の内道駅、東口エリアの再開発地区、ステーションワーシス地区として、横浜中央郵便局など、東口一帯を再開発する計画がある。同地区の再開発により東口エリアと、 港未来地区の接続を強化するため、高島二丁目地区を経由して、港未来地区方面の歩行者動線、キング軸の生誕まで、ペデストリアンデッキで接続する計画がある。ありがとうございます。